皆さんこんにちは、ヘルニアです。本日はフィンランドプレイ後編、早速シモヘイヘが暴れているところでありますが、現状の振り返りとしましては、ソ連との戦いになり、大規模徴兵などに変えられたものの、兵士の充足が未だ追いつかず、怪しいといった状況、うまく港にいる沿岸防衛部隊などを増援に出して耐えていますが、このままソ連の最初の攻撃を受け切れるのでしょうか？幸い兵器の充足率は計算してたのかというくらい、ピタリと足りているような状況でありまして、やはり問題点としては、北欧特有の人口の少なさが挙げられると思います。フィンランドからすれば、スウェーデンからの義勇兵8000人程度でもありがたいことであり、どういう理屈か、シモヘイヘプロパガンダパワーで人的資源などが増加します。1万2000人もの心を突き動かしたとは、恐るべしシモヘイヘ。とまあそんな細かいイベントで人的などを確保しつつも、白い死神の活躍は止まらず、ついに敵に動揺が出たのか、師団消耗や攻撃能力などに、デバフが出る状態になりました。初撃でのこちらの被害は8000人程度に対し、相手は約20万人弱の被害が、この冬の時期だけで出ている状態になっていました。さて陸軍ドクトリンを中隊系の内容まで取得しましたらば、残りの陸軍経験値は山岳の、レンジャー偵察、しかも強度積雪地帯に、強い設定にすることが可能となります。無駄に艦砲射撃や航空攻撃なども食らっているフィンランドですが、防御値は1600など素晴らしい能力を保った状態であり、逆に充足が割れていたり、補給がヘナチョコの相手は、大した戦闘能力は出ていない状況でした。したがって陸軍は大した脅威ではないわけですが、怖いのはやはり空軍、最低でも数百機、戦機規模の爆撃機などの対地支援、爆撃行為が、最前線の指揮統制を揺るがせ、後方の工場も破壊されてしまいますので、やはり対空砲は特に師団導入には必須、対地支援でゴリ押しされるのが一番小国にとっては怖いパターンなので、そのあたりはしっかり準備しただけあって、対処ができているようです。現環境で一番扱いやすくてずるいとも言える、三方研究をアンロック、徴兵法を大規模徴兵から、いきなり全成人徴兵まで上げていきますが、それはこの軍事社会の NF 条件を満たすためのもの、全成人徴兵などで下がる工場出力などを、ある程度抑えてくれる働きがこれにはあります。フィンランドでソ連を完全降伏させるところまでやるのであれば、全成人徴兵くらいは確実に必要でしょうから、これはありがたい内容と言えますね。さてそろそろ反撃の準備をしようと追加の徴兵をするだけでなく、騎兵による本格的な統治部隊を現在作成中、わざわざ憲兵隊まで導入しまして、また陸軍精神を騎兵の設計にかかるコストを例にするものまで導入し、大規模な騎兵統治部隊を作成していきます。言わずもがな、統治にかかる人員を極限まで絞るためですが、騎兵大隊をこれほど敷き詰めているのは、中隊の憲兵効果を生かす、というよりケチるためです。憲兵には制圧ボーナス、確か 20% がかかっていたと思いますが、その 20% を騎兵1大隊か20大隊かにつけるのでは、装備の消耗量が違うためです。統治に必要な師団数は師団の大きさと統治法で自動計算されるわけですが、騎兵1大隊で統治となれば、例えばですが5個師団程度必要になり、逆に20大隊であれば、0.25 個師団程度で抑えることができます。1個大隊ですと、その分憲兵の支援装備負担が重くのしかかってしまい、逆に大きい師団ならば、憲兵の支援装備負担はかなり少なくて済むという、統治で使えるテクニックの一つです。まあ、大国とか人的の余裕のある国でしたら、ここまで徹底しなくても、シングルでは全然なんとかなりますが、フィンランドのような人的も、工業もそこそこでは、使っていきたいテクニックと言えますね。さて1940年9月となりまして、陸軍は陸軍、航空機には対空砲で抵抗できていますが、海軍、特に敵の通商破壊に対しては一方的にやられている状態、独ソ戦まであと1年弱ほどありますが、そろそろソ連の主要港湾の一つ、レニングラードを敵の航洋力を奪う意味でも、奪っていきたいと師団を展開していきます。最前線の敵はすでに敵の攻勢で自滅、ヘロヘロでしたので突破は容易でしたが、レニングラードにはおそらく上陸部隊と思われる敵師団が固まっていました。相手はよりにもよってロコソフスキーと強い将軍でありますが、野砲系も乗せていることで、最低限の対人火力は確保されています。相手が相手なのもあり、そこそこ時間はかかったものの、三方角からの攻撃で、レニングラード陥落は時間の問題。というのも、今の三箇所を抑えてしまえば、相手に残るのは川を横断したプロビのみなので、後退させるのも敵はしんどくなると、そういうわけでございます。しかし、レニングラードを抑えたからといって、敵の港を全て抑えたわけではありません。ソ連が別で分取ったバルト三国、あとフィンランドのちゃっかり奪われている島まで潰さないと完封できませんから、状況としては、とりあえず主要な港を抑えることができたというだけ、上陸を完全に抑えることはまだできそうにはないわけであります。幸いにして、全成人徴兵にしたこともあり、新たな師団が続々と増えてきていました。港さえ敵に取らせなければ、殲滅は簡単なものですから、現状は落ち着いて反撃していく段階にあると言えますね。本格的な反撃は、ドイツが対ソ戦を始めた時とやはり言えます。
しかしバルト海沿岸地域にこそ、無理に前線を伸ばすわけにはいきませんが、カレリアから北部の地域、後方を完全に抑えるように立ち回る分には、ドイツ軍の介入がなくても、自力で行うことができるでしょう。この辺りは補給が粉みじんですので、フィンランド軍も苦労しそうではありますが、すでにボロボロの赤軍と、充足満タンのフィンランド軍では勝負が見えています。ひとまず、獲得した地域の補給ハブと、本土の鉄道をつなげまして、フィンランド軍はその後南北に赤軍を分断していきます。補給は粉みじんでありますが、敵もまた粉みじんでありますので、粉みじんにできるということであります。ただ敵にも逃げ場がありまして、ムルマンスク方面の港2カ所、これを抑えることによって、完全に逃げ場をなくしまして、ソ連軍十数個師団の殲滅とともに、北側を制圧いたしました。これでようやく正面の戦いに注力することができそうでありますが、相手は数だけは一挙前のソビエト軍、すでに一部師団は充足が整ってきており、ここからは無理に進めば、100個単位の師団数で踏み潰されまして、フィンランドだけではひとたまりもないのが現状。ということで派手な進軍はドイツ待ちということですが、それとは別に、早い段階で海軍経験値を稼いだこともあり、二つ目の特殊部隊ドクトリン、海兵ルートを進めていきます。ここで追加される特殊な工兵は、上陸戦などを助け、また特殊部隊のキャパシティも、これによってかなり高まるというもの。ちょっとこのプレイを見ていたら、やってみたいことを少し思いついてしまいましたが、それはまた別の機会として、早速海兵師団を組織し、河川での戦闘などに役立たせることでしょう。さてその後は、ドイツ軍が車で多少押し込みをしていましたが、レニグラに沿岸防衛師団を置き忘れ、痛恨の上陸を許してしまいましたが、あっさりこれに対応。最前線の部隊が粉みじんになる展開だけは避けられました。1941年3月時点での被害は、そこまでひどくありませんが、ソ連にとっての 1M の被害は、10万人程度のものなので、まだまだ致命傷を与えている段階にはありません。輸送船がなくて貿易が滞りがちですが、鉄などは自国の確保も地道に目指していき、海兵隊を強化し、一度はオーランド上陸を試みるものの、敵の潜水艦に捕まり、一度目は残念ながら失敗。てか、フィンランドの海軍で制海権を一時的でも掴める方が驚き、走行している間に、ドイツ軍がソ連と戦闘を開始したことで、フィンランド的にはドイツ側とこちらで戦力分散、反撃できる好機のタイミングとなりました。ということで早速押し返しを始めることになりますが、ここからは奥地に行くほど、補給との戦いに変わっていきます。敵を早い段階で屈服させるため、強力政府の作成を進めるフィンランド、と同時期に2度目の上陸作戦がスタートすることとなり、島の奪還に海兵隊は成功します。ドイツ軍との合流も成功しましたが、問題はここからでありまして、モスクワあたりから始まる、補給ハブが無駄に遠い問題によって、進軍がここからは難しくなっていきます。国家方針としては、インマルクなどを中核集荷する大フィンランドの取得に進みます。残念ながら、あまり人が住んでいる地域ではないため大幅に人的が増えることはないですが、まあある種のロマン的国家形成であります。ただ補給は想像以上にしんどい状況であり、特に北部においてはまともな行軍はほぼ期待ができません。残念ながら、フィンランドの戦線では長さはそこそこあったものの、補給があまりにも悪いため、ソ連側もポーランドを殴るように猛烈な攻勢はしてこず、充足は確かに減ったものの、ドイツに抵抗するくらいの体力が残っているのも事実。行けることなら、このモスクワ周辺の突出部を分断して敵師団数を減らせればベストですが、やはりそれは叶わず、ドイツ軍が平押しでモスクワを落としてしまいます。ソ連の面倒な点としましては、基本的には戦いがウラル周辺まで続くことになるわけですが、そのウラル250個とか200個とか師団を残されますと、泥沼になりやすい点は、いつのバージョンでも大体一緒。ベリア氏もこの分断をどうにか狙いたいと思っていたようで、モスクワ後方部にて敵を分断、その後赤軍を数十個師団殲滅していきます。ただそれでも約130個師団前後が、ウラル周辺に残っているようで、フィンランドがかなり低被害で進めていることにも驚きですが、ソ連軍もこの後無駄に粘りを見せます。補給ハブを立てるべきタイミングもあるかもしれないと、民需工場を追加しつつ、消費財補正マイナスと建設速度を上げていく、ダムによる発電をこの時取得。結構有能ですねこの産業 NF。 前線は地獄のように真っ赤っかな状態でして、フィンランド軍やドイツ軍は力が出せず、逆に補給ハブが近くにある赤軍は力を出せるので、フィンランド戦序盤の時と立場が逆のような状況にちんたらしていますと、数軸は連合国に停滞ダメージを食らって、最悪フィンランドだけではソ連の戦線を支えきれなくなってしまうパターンも考えられるため、あまりのんびりことを進めている時期でもない状態。ウラル北部からまさかの突破を図るというすごい状況ですが、補給ハブが長い時間をかけてようやく一部完成したことで、まともな攻撃能力を持ったフィンランド軍の反撃が中央でも再開。ソ連軍はまさかの師団数が減るどころか増えるとかいうおかしな状況ですが、
幸福度ゲージもいよいよ終盤に差し迫ってきました。一度軍団殲滅行為を決めて、奥地の中でも重要都市である火山を落としていき、最終的に確認できた動画のキル例としてはこんな感じ。ドイツらとの戦闘で減った分も含まれますが、ソ連は775万、こちらは45万ほどの被害で戦いは終結しそうです。最後は都市に向かってダッシュをした場面もあり、ソ連との戦いは終結。講和会議では請求州の割譲、ウラル伊藤程度の傀儡国家作成、ソビエトの残存海軍の確保などを得て、フィンランドは大勝利を収めました。実に見応えのある戦いでしたね。ということでフィンランドベリアプレイの実況でしたが、いかがだったでしょうか？私自体はまだフィンランドには本格的には触れていないので、ぜひ私も早めにプレイして、お届けできればといったところで、本日の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。